エルキャピタンはアメリカ合衆国カリフォルニア州マリポサ郡ヨセミテ国立公園にある花崗岩の一枚岩。キャピタンメドーズより望む左がエルキャピタンヨセミテ渓谷の北側にそそり立つ。渓谷の谷床からは約1000メートルあり、花崗岩の一枚岩としては世界一の大きさである。南西壁及び南東壁には数多くのクライミングルートが切り開かれており、 ロッククライミングの名所として知られる。エルキャピタンという名前をつけたのはマリポサ不評大隊で1851年のことであった。それまでヨセミテに住んでいたネイティブアメリカンからはツーツーコンオーラと呼ばれており、これは昔の族長の名前であるとされる。エルキャピタンは岩の族長を指すスペイン語から取った名前である。1950年代後半から ロッククライミングが始まった。1958年、ウォレン・ハーディングらが、南西壁と南東壁の境目である、突端部のルート、ノーズの初登頂に成功した。現在、70以上のクライミングルートができており、春から秋にかけて、常に何十人ものクライマーたちが登頂に、挑戦している。最短では、約2時間、長い場合は200日という記録があるが、 平均的に登りにかかる時間は4日から6日である。高度が比較的低いことと天候に恵まれていることから、エルキャピタンは世界のより難しい山のクライミングに向けた格好の練習場所となっている。その他、ロッククライミングをしなくても、1日がかりで頂上まで歩いていけるトレイルも整備されている。1975年、ジム・ブリットウェール・ジョン・ロング、 ビリー・ウェストベイの3人パーティーがザノーズを17時間45分で登場し、初めてワンディを達成した。1990年、ハンス・フローリン・ハンス・フローリン、スティーブ・シュナイダーのペアがザノーズを8時間6分で登場した。1990年、ピーター・クロフト、デイブ・シュルツのペアがザノーズを6時間40分登場した。1991、ピーター・クロフト、 デイブ・シュルツのペアがザ・ノーズを4時間48分で登場した。2001年、ディーン・ポッター、ティミー・オニールがザ・ノーズを3時間59分35秒の登場し、4時間切りを達成した。2002年、平山雄二とハンス・フローリンのペアがザ・ノーズを2時間48分55秒で登り、3時間切りを達成した。2008年10月12日、 平山裕二とハンスフローリンのペアがザノーズを2時間37分5秒で登って記録更新。2018年6月6日、トミーコールドウェル、アレックス・オノルドのペアがザノーズを1時間58分7秒で登り、2時間切りを達成した。2018年、アレックス・オノルドが命綱も安全装置も使わないフリークライミングで登頂に成功。 2017年9月27日、高さ約200メートルの地点で断続的に崩落が7回発生。ふもとを歩いていた英国人男性が死亡し、その妻が重傷を負った。当時は30人以上が岩を登っていたという。翌28日にも同じ場所でさらに大規模な崩落が発生。岩が近くを走っていた車の屋根を突き抜け、一人が頭部を負傷した。 同講演によると、崩落は年80件ほど起きているという、ありがとうございます。